チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のデザートタイムは、白玉団子を買ってきてんけど、いっぱい入っとったから、何個入っとったの？ 6個ぐらい、6個か7個かぐらい入っとったよ。で、みんなでシェアです。はい、ということでね、これと、お茶の羊羹、これを食べながらね、花火を見ながらね、ちょっと優雅にね過ごしましょうということでね。さっきまでちょっと部屋の電気をちょっと暗くしちゃったけど、さすがにね、カメラ回すときは明るくないとダメかなと思って、ね、ちょっと暗くしてみようか。雰囲気で花火はね、暗いな。あっちの方が暗いな。明るい方がいいよね。はい、それで明るくしましょう。白玉団子いただきます。これね、米粉の団子美味しい。トカチのね、あの子なんてトカチだから粘るから10個やもんと、トカチだから10個入れやもんね。10個も入らん。ママね、でっかい団子入ってる。硬いなこれ、はい、余裕じゃん。いや、全然めちゃくちゃ硬い。指いったいって。トカチのね、このあんこね、すごい美味しいね。めちゃくちゃ花火が綺麗、こうやってね、花火のね、この天神祭りね、行きたかったけど、ね、花火を見ながら、画面で見ながら、いい時代ね。でライブしてくるからね、本当にありがたいね。あちゃんもね、宇田の花火ライブしてたよね、昔ね。あれからね、雨、コロナ、雨でね、5年ぐらいなのかな、ずっと中止ね。ね、全然行けてなくて、私はね、わかんない引っ越しちゃったからね。今別に帰って行ってもいいけどね、帰ってね、家に車置いといて、ね、行ってもいいけどさ、歩いてね。いや、悩むところやん。逆にね、車で行くとなると途中渋滞する。今もあるからね、行かへんかも。めんどくさい。今ね、行きたいな、どこかの花火行きたいなと思ってるけどね。どこ行くかな、どっかの花火行きたいなと思ったけど、硬いな、それにしても結構硬いな、結構硬いな、ピチンってなってる、これ飛ぶやつ一緒に。本当ね、こういうのにはね、お茶が合うねんけどね。お茶先、これコップいっぱい入れてぶちまけだよ。手引っ掛けてね、上まで入れたったからバランスが多分高重心になってないと思うんだけど、重心高かったからぶちまけてね、大変やった。まあね、そのおかげで床が綺麗になりましたもん。はい。あ、ごめん、これ全部あっちゃんだから。いや、美味しい。お茶のね、あんこでね、さっきのは粒あん、こっちはこしあん、お茶味のね、こしあん。どっちが好き？こしあん、こっちはこしあんは好き。
粒あん食べられへんねんもん。ザラザラして粒あん食べられへんねん、歯に引っかかって嫌いで。今は食べるけど、食べるコツがやめとく。やめとく。ちょっと不安に食べるコツなんかあるのか。甘いな。めちゃくちゃ甘い。めちゃくちゃ甘いなこれ。つぶあんの好きな人も結構いてるよね。あちゃん、みんなこしあん好きやもん。だから、つぶあんの方が好きな人と思って。何なんやろ、って。はい、人それぞれな。つぶあんありえんな。ぜんざいとかでも、ね、大体こっちは、おしるこっていうのかな。ね、こしあんやねんね。でも、つぶあん伝代どっちか聞かれ忘れたけど、でね、一回マラソン大会でね、汗だくなって帰ってきて、マラソン大会って2月や、大体ね、寒い時期なんだけど、汗だくになって帰ってきたら、 PTA のおば、毎年ね、あのマラソン大会の後はあのスポーツドリンクみたいなのが振る舞われとったの。そのね、中学校の時だったけど、なんかおばちゃん、PTA のおばちゃんたちが頑張ってね、おしるこを作ってくれたの。それも、粒あんの、おしるこじゃない、ぜんざいを作ってくれとったんで、お餅も入ってるやつで。それ、汗たくて帰ってきて、もうヒーヒー言うて、もう冷たい水、2月やけど、冷たい水、キャー飲みたいなと思った時に、そんなもう水ちょうだい、こっち飲みって言われてね、粒あんのおしるこ、あのぜんざいを出されて、大嫌いになったと。ね、マラソンに全体は変えない。せめてね、まあ甘酒ぐらいにしてもいいと思う。何こんな話だ。あっちゃんの昔の思い出やね。それにしても甘いな、これ。美味しいけどね。今日はね、和のスイーツ。花火を見ながら和のスイーツ。ピピじゃないですか。まあ、これもね、よかったら来て。受けたら最高やねんけどね。でね、今日のあっちゃんのね、今日のあっちゃんの、スイーツタイム、甘味ってことでね、和のスイーツ、白玉団子とお茶の、なんだ、羊羹、美味しかったです。ごちそうさまでした。髪の毛がね、しっかりくるんくるんになったあっちゃんでした。ということで、今日のあっちゃんのスイーツタイム、あっちゃんも花火を見ながら優雅にね、まあ、スイーツを食べてんねんけどね、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしく。ではまたね、バイバイ。なんか疲れたわ。なんか暑くてね、疲れた。まあ、熱中症になったかもわからへんなあっちゃんでした。今日ね、この後ちょっとね、ゆっくり休んでライブに備えたいと思います。またね、バイバイ。美味しかった。